はい、皆さんこんにちは。レック専任講師の平野です、えー、それでは土地家屋調査士って何っていうタイトルでガイダンスの方を始めさせていただきます。えー、まず、今日は土地家屋調査士、どんな仕事をしてるのかな？っていう。まあ、業務のことについて説明して、次に土地家屋調査士の資格について。 どういう試験があるのかというかいうところを説明しまして最終的に土地家育調査士試験合格するにはどのぐらいの勉強が必要なのかというお話について進めていきたいと思います。ではまず業務についてなんですけども土地家育調査士ね私もこの講師をしながら土地家育調査士の事務所を経営してるんですけども知り合いに土地家育調査士さん紹介したいのでちょっといいですかっていうことで。 ねえー、じゃあ紹介い、えー、きましょうかということでお話しするとうちの土地建物いくらで売れますかあちょっと範疇が違うかもしれませんねとかですね、えー、うちの建物地震大丈夫ですかね、えー、それもちょっと違いますねというところなんですよね。えー、土地うと調査士というのは、えー、法務省の資格なんですよ。 でどんなことをしているかというと、えー、土地や建物これはあの日本の法律で不動産ということになっているんですけどこれが、えー、具体的にどんなものなのかどういう建物がどこに建っているのかどういう土地がどこにあるのかこれを登記したりあるいはその変化に伴ってその変化を登記に反映させる手続きをするこれが土地家屋調査士という仕事なんですよ。 で、えー、先ほども法務省というお話しさせていただきました。法務省の資格にはね、えー、司法試験ね、えー、裁判官検事弁護士になる資格ですよね法曹会っていうの,のの司法試験があって次に司法書士試験というのがありますね。でここまでは割と有名なのかもしれませんが次に土地家屋調査士これも法務省管轄の試験なんです。一度法務省のホームページなんかを見ていただくとその 資格が三つ載っているので、えー、確認しておいていただければと思います。で、どういうためにこの、えー、土地や建物の物理的現況を表現する必要があるのかっていうことなんですけど、で、まあこの日本ではね、土地や建物っていうものは非常に高価なものだっていう考え方をしています。まあ車の方が高いものあるわとかそういうものもあるかもしれませんけど、一般的には土地建物っていうのは 高高価なもの高額なもものの額ですということは、えー、そういう土地建物に関するトラブルが発生したときにそれは当事者だけでの問題で済まないつまり、えー、社会を巻き込むよううなな問題になるという可能性がありますそこでそれを未然に防ぐためにはどうすればいいかというと土地や建物の取引については慎重に行えばいいということになります。 なってしまうんですけどあまり慎重になってしまうと今度経済ね活動が鈍化する逆に経済活動を活発にどんどんどどんんやっていくとトラブルが多く発生するこれ何とかしないといけないなということで活発にしてもトラブルが起こらないようにするこの仕組みを考えてみたのが、えー、不動産登記法というものなんですよどういうものかというと土地や建物に対するという不動産については 一般の人が誰でもどんなものなのか誰のものなのかどんな権利がついているのかっていうのが調べれる工事できるる機能を作るこれによってある建物を買いたいある土地を買いたいその時には誰から買えばいいのかどんな権利がついているのか。 これがすぐ分かるるようになっているシステムこれれが不動産登記法でで規定されているとうここなんですよでこの中の不動産登記法の中で土地や建物というと先ほどもお話ししましたどんなものか誰のものかというのが登記されててこのどんなものかというのを手続きするのが土地家屋調査士誰のものなのか」っていう手続きをするのが司法書士っていう形になります。 はい、ということでこの土地家屋調査士は法務省管轄の法律手続きをすることが仕事なんですよ。ただ他の法律手続きと大きく異なるところが土地や建物がどんなということを登記するということはアアウトドでで物理的にえ即利をすするるという作業が加わってくるんですよ土地についても建物についても。 アアウトドアでダイナミックに測量するそしてその成果を事務所に持ち帰って法律にのっとってどんな建物だっていうのを表現するどんな土地だっていうのを計算するこの作業をするのが土地家屋調査士の仕事ということになるんですよつまり法律手続きといいながら外でするそのような作業をそれを数学的にまとめる作業法律に合わせて申請形式を作るというようなところなんですよ。 でこれは試験でも結構特徴がありまして試験でね実際にじゃあここに土地があります皆さん測って申請をなかなかこれができないので、えー、これは疑似体験といいますか、えー、問題の中で、えー、こういう土地をこういう条件で測ったところこういう成果でしたさてこの広さはどんなものでしょうみたいなものが試験の問題にはあるんですけどもそこで試験として出てくるのが数学的な知識なんですよ。 つまり法律文系的要素だけじゃなくて数学的な知識も必要な試験というところが、えー、国家試験の中でもその文系理系両方が必要というところがこの特徴じゃないかなと思いますね。ではちょっとその仕事の具体で少しお話し次させていただきたいと思います。ままず建建物物にについてなんですけどををこここ新築しました、ね、これを 登記しましょう。というところに行きますね。まあ、誰からどういう具合に頼まれるかとか、えー、それについてはまた後で述べましょう。とりあえず建物が完成しました。これを登記してくださいと依頼されました。っていうケースです。すると土地家屋調査士依頼を受けました。まず、この建物が建っている管轄ね。そこの法務局へ行ってこの？ 建っている土地のコンディションがどうなっているかなとか調べたり、周りの土地がどうなのかっていうところを調べたりします。で、そしてその次にその建物が物理的に建っている場所に行って建物を測量していきます。まあ普通の一戸建ての場合ですとあのご家庭にもありますようなコンベックスわかりますか。あの五メートルとか七メートルちょっとぐらいのあの 鉄の巻尺みたたいなやつあれで測ったりします、ねまあどのように測るかというのは、えー、試験にも出るところなんでちょっとこのガイダンス中にお話していくのが難しいので割愛させていただきますがそのコンベックスで建物を測っていきますそしてどういう位置に立っているのかなっていうのもまたこれで測ったりします現地で作業しますどのぐらい時間かかるのか、まあ、不慣れな方でも半日ぐらいやればできるんじゃないですかね。 慣れてたらそうですね1時間少々ぐらいでできたりもするかもしれないですねで、それを事務所に帰ってきて建物の図面を書いたりね、面積を調べたりそしてそれがどんな構造になっているのか申請書を作成しますこれを法務局に申請します1週間程度で完了しますで これでどんな建物っていうところまでが完了したので土地家屋調査士としてはこれで完了なので納品します大体いいその後司法書士さんが次誰の建物ですよっていう登記をしていって最終的には完了となりますけども、はいえー、これがまず建物についての登記今度土地考えてみましょうかある土地があります親世帯が住んでいる建物が建ってます ちょっとと前空いいいててるのので子供世帯の家を建てたいと思います。まあこの場合現金で家建てんねんやったら別にその空いてるところに建物を完成させたそれでまあ終わりなんですけどもえ融資銀行のローンを組んで家を建てるとかいう場合にはえいろんな手続き上の問題でこの子どもの世代が建物を建てる土地自身を一つのえ土地として 土地っていうのはあの筆という単位で何筆かこう数えていくんですけど、大きな土地の場合にはその建物が建っている土地一つを特定できるような形で分ける必要が出てくるんですよね。で、その場合にする手続きを考えてみましょう。そうするとここにある土地、子ども世帯用の土地のための一つの土地。 作ってくださいつまり2つに分けけてくださいといとう依頼を受けましたすると先ほど建物と同じようにこの土地を管轄している法務局に行ってコンディションを調べます土地どんな状況になってんのか周りどんな状況になってんのか調べます次にその状況をもとに現地へ行って測量をしますこの測量はさすがにさっきの、ね、ホームセンターで買ったコンベックスではちょっと足りずにえー トトトーータルスステシションンととかトレトランシストとかラったりしますこの三脚に乗ってるこんな機械なんですけど皆さん見られたことないですかね、えー、昔のねデパートの屋上で100円入れたらしばらくこう見れるような望遠鏡があったとかいうのをご存知ありませんか、えー、こんな箱みたいなやつねあんなやつが三脚に乗ってるんですよ。 でこれ100円入れなくても見れるんですけど中どうなってるかっと,と望遠鏡があって本当にあのライフルの十字みたいなのがこう中に入っててこの目標を捉えてこの中のところに分度器が入ってて次の目標までこうずっとずらすとさっき見た目標と今見た目標との差が。 分度器で何度やて計算できるような仕組みになっています。それプラスボタンをちょっと押すとその目標のところに何か目印を持っておくとそこに到達する時間差で距離が分かるつまり機械をセットしたところからの距離と移動さしたところの角度と距離が分かるということで空間的な位置が この機械で分かっていくっていう仕組みで測量していくんですよ。でこの機械を使って普通の住宅地を測量するとどのぐらいの時間がかかるかというと、まあ、1戸建てぐらいの土地でしたらまあ1日ぐらいですかね測量していきましょう。でこれを事務所に持ち帰って編集して土地の広さなりを見ていきましょう。建物の場合でですとこれで申請書を作って 法務局に出しましまたけど土地の場合ですとこれだけではちょっと済まずに、えー、周りの土地所有者さんと境界や引っかいと言うんですけどお互いの土地の境がどこですかというのを確認し合ったりしないといけない、まあ、これ作業をするのに、えー、時間かかりましてまあスムーズにいっても1ヶ月ぐらいとかね長ければ3ヶ月それ以上かかったりします。でそれを きっちり済ました形で対象の土地をここでこうやって2つに分けましょうというのを計算して図面作って法務局に最終出しますやっぱり1週間程度で完了しますこれでもともと一つやった親世代の建物が建っている土地と子供さんが家を建てようとしている土地2つに分かれました納品ですっていう形なんですよで。 これでそれぞれどのぐらいの収入なのかということなんです報酬なのかということなんですね建物で新築の登記で10万円前後ということですかねまあ建物の大きさや規模によっても変わりますけどねあの複雑さとかによっても変わりますけどね土地の場合ですとやっぱり60万から100万とかこのぐらいの単位の仕事になってくるんですよ。でこれってえらい収入いいなっていうことなんですけどこれについての収入の理由は。 えまず技術量量ととと責任量いうことですね、まあ、技術についてはね、えー、一般の方がなかなかすぐできることじゃない真似てもできることじゃないのでえその技術量もう一つはやはり、えー、それをある一定の精度を持ってしなければならないという責任代というところがこの費用に表れてますね。ではこんんな仕事どっから来んねとんいう話なんですけども、えー、今お話しした 建物の登記土地の分泌っていうところにも通じるんですけどやっぱり建築屋さん家建てたり何かするときにこの登記関係が発生しますその次不動産屋さんで次に手法書士さんなんでやねんっていうと先ほどの家建てたケースでも家建てたから自分の名前を登記して っていう形で司法書士さんに依頼することがありますそうすると司法書士さんは自分名前の登記したのかと思うんですけどその前段階としてどんな建物っていう登記を先にしないといけないんですよつまり土地家屋調査士が仕事をしてその成果にと司法書士が作業するってことなんですとなると司法書士がそれを受けてしまうと土地家屋調査士という資格を持っている人に前段階やっていて まあ表現悪いですけど外注みたいなことをしないといけないという形になりますね。そこで司法書士さんから仕事を受けるケースもある、まあ、実は逆もあるんですけど、ね、もちろん調査士に頼まれてそれを司法書士さんに後頼むわっていう引き継ぐことももちろんあるんですけども、まあ、あとそれプラス建物を建てたり土地の地主さん本人からっていう依頼もあるんですけど、まあ、それは比較的少ないんじゃないでしょうかね。 どっちかというと建築屋さん不動産屋さん仕様書士さんこれらの方が多いんちゃうかなと思いますね。ということでこれらの、ね、職業の方とお知り合いのある皆さんは早々に資格頑張って取って早くつながりのある、ね、そこで独立して仕事をされるのをおすすめしたいと思いますね。では仕事するための設備どんなぐらい因縁というところなんですけども先ほどお話しました測量機械これそうですね200万以上するんですかね。 最近安くはなってますけどもね。まあ、えー、ただしリースで借りたりすると比較的安くね、えー、そんなに負担は少ないあの多くないかもしれません。で、パソコンですけどご自宅にあるような普通のパソコンで結構です。じゃあなんとかなるかな。で特に建物の方だけの登記やとその測量機なしにコンベックスだけいただきましたもんね。でもすみません専用のソフトが大体高くて百五十万ぐらいするんですよ。で、えー 150万ぐらいでするんでそんな高いねんと思うんですけどあの数でええからかもしれませんね一般のゲームソフトなんかやっぱり市販に出る数が違いますもんね。で次にプリンタープリンターですけどもパソコン買ったらおまけでついてくるようなやつやとちょっと不足かもしれなくて比較的大型のサイズも出したいのでできたらまあ20万円最低ぐらいのものが必要かもしれません。で次に 事務所の場所代という形なんですけどこの土地家屋調査士ご自宅を事務所としてすることもできますねなんでや言うと、えー、土地家屋調査士の仕事って必ずその現場土地や建物がある場所っていうのが伴ってくるんですよねそうすると、えー、お客様と会うとしてもそこへ行って会うことが多いし依頼を受けるケースとして建築や不動産や使用書士さんと言いましたので そこへ行くケースが多くて土地科学調査士の事務所でやり取りをすることって割と少ないんですよねそうなると場所をご自宅の一室ねすること可能ですでそうすると事務所の場所代って結構ね家賃やっぱり十万円ぐらいかかったり最低かかったりすると思うんですよねではそれの場所代分先ほどのプリンターソフト 場合によっては測量機械困難のリースに当てれば結構賄ったりするんじゃないですかねっていうところがえ考え方なんですよね。いうところが考え方なんですよね。じゃあ場所も何とかなりそうやし仕事も何か知り合いはいてるでっていうこと言うても合格してからえ実務経験どのぐらいいんねやっていう話が出てきました。こればっかりはねなかはなな難しいんですけど 私の受講生の方でも合格した後全然異業種のサラリーマンの方ですね、えー、どうしようかと思うねんいうご相談を受けた後、えー、まあで友達が司法書士がいてんねんっていう方なんかあまあまあじゃあいきなり独立してみたらっていう形で独立される方も結構いらっしゃるんですよ。でそんな方「仕事取れましたよ建物の登記です」全然用しませんわ」いう形で私手伝いさせ,させていただきます。 2個目から1人で支払いますわ。という形でやっぱり、えー、これね事務所でどっかで勤めて経験をつけることも重要ではあるのかもしれませんけどやっぱり、えー、自分自身の名前でと仕事をするっていうのが非常に経験になるのでなかなかその経験年数というのはね、えー、補助者や事務所へ勤める経験っていうのはどれぐらい必要やっていうのはなかなか言い難いところなんですけど。 一年とか二年、まあ二年も行けば十分ちゃうかなと思ったりしますね。で、実はね、その経験が一番いるところは、仕事を受けた後作業をするよりも受けるときちゃうかなと思うんですよね。建築屋さんからこんな建物ができたけど、当期ってどんなものを用意したらいいの？どのぐらいの費用かかんの？っていう相談を受けたときに、いやー、うん。 ちょっと調べてきますわっていうのか「あそれやとこのぐらいの費用とどういう書類ですね」ってすぐご案内できるここの経験が必要なのかなと思いますね。ということは先ほどお話しした建築や,司法書士、えー、建築や不動産や司法書士これにお友達がいて自分があんまり経験ないけども仕事1個ぐらい回したろうかっていう、ね、知り合いがいてんねやったら早々に合格して。 仕事を始めたら経験値どんどん上がりますよっていうところを提案したいと思いますねではその仕事をするためにということで次の条件なんですが土地家屋調査士として仕事をするには土地家屋調査士連合会というところの名簿に登録する必要があるんですよこの名簿に登録するにはまず一つ土地家屋調査士試験に合格する または登記官として法務局の職員としてね、えー、表示に関する登記に精通した立場であったら特別認定されてできるっていうことなんですけどもなかなかこれ道のり長いのでやっぱり試験に合格が一番ですねでちなみにこれアッパー資格ありません先ほど法務省では司法試験司法書士土地科学調査士と言いましたけど司法試験に合格してても土地科学調査士の登録できません ということは試験で合格させるするためには土地かお調査試験を受けないといけないということになります。じゃあ土地かお調査試験どんなのかということで、これ今のちょっとえパンフレットの中なんですけど、土地かお調査試験概要。まず受験資格どなたでも申し込めますってことでね受け入れますね。で筆記試験が10月のえ第3日曜日に午前の部11え9月え9時30分から11時30分午後の部 13時から15時30分、午前2時間、午後2時間半という形ですね。で、午前の部は内容ですね。平面測量についての問題が出ますよ。で、作図を一つしましょう。午後は不動産に関する登記に必要な知識と書式2問しましょう。とありますが、実は土地家屋調査試験と一般に言うのはこの午後の試験だけを言います。午前の試験は言いません。なんでやというと。 測、えー、測量士法測量士1級2級の建築士の試験に合格された方はこの午前の部がパス,さパスなんですよ。でちなみに午前の部も受けて午後の部も受けて合格される方の数なんですけども、えー、年間0とか1なんですよなんでやいうともう、えー、こちらにありますが測量士法の試験というのが えー、5月にありますちょっと早いんですよ。で前提資格をお持ちじゃない方はその年の5月に測量資法の試験を受けてこれ土地家屋調査士に比べると、えー、難易度はかなり下がりますのでこれを受けて合格してそして調査試験に臨むっていうのが一般的なやり方です。で皆さんは従ってこの午後の部の 2時間半。択一20問と。土地建物1問ずつの書式、これを目指すという感じなんですよ。で、この合格者対象に今度は口述試験とあるんですけど、この口述試験も特別に調査試験と言わないです。なんでかというと、えー、ほぼ通るからなんです。本人確認かカンニングしたり、不正してないかっていう確認だけなので、まあ、ただ近年ね。 品格を開けてもらわなあかんよということでいろいろ難しくなっているとは言うんですけども、まあえー、目指す合格はこの10月の3週目の午後2時間半という形ですねこれを調査試験と言いましょう、はい。で大体この試験なんですけどどのぐらい合格できるかなんですけど合格率としてまあ大雑把に8%ぐらいまあ5,000人中 4, 400人とかこのぐらいなんですよね。 で合格点なんですけどこれがすごくってですね100点満点で昨年の分なんか81点。ということは8割以上ってなかなかね8割以上要求する国家試験って少ないと思うんですよね。ということは逆に言うと決して難しい問題じゃないところを出題している。つまり ある程度優しい問題をミスしない試験なんちゃうかなっていうところが、これでも予想されますよね。はい、では学習についてなんですけど、ここからね。えー、学長期間どのぐらいか。独学でいくと、多分3年以上かかると思います。レックではどのぐらい目指すか、1年で合格を目指します。どのぐらいの学習量かというと。えー、1日。 だいいた時間の勉強を5日しませんかこれねどういう意味かと言いますとねたいね、えー、生授業ベースでお話ししますと2.5時間の授業が週に2回あるんですよ。週5時間で週5時間の授業を聞いていただいてその後復習を皆さんしましょう というこなて何でやったらこの「土地買う調査士に必要な知識ってあんまりね、えー、例えば法学部の学生の方でもあんまり勉強してませんし、えー、それこそ「土地買う調査士の事務所に勤めない限りなかなか直接タッチしないようなことなんで、ね、あんまり「予習」っていうにも限界があるので復習に時間を取りましょうでは復習はどのぐらいするのかというと 授業を受けた倍ぐらいしませんかということは週5時間受けた倍10時間週10時間勉強ってことは大体平日1日1日2時間をいつかしませんかどうですかねこの2時間1日2時間楽勝とは言えんけど絶対無理とは言えないところやと思いませんそうなんですよでもただこの2時間机の前で2時間毎日絶っ 大変なあかんかっていうと実はそうじゃないんですよ。移動時間とかも含めてっていう形でいいと思います。うん、移動時間も含めてでいいです。ということはまあだいたい記憶したりするとか覚えなあかんもんはカードを使ったりしてねお勤めの方は電車の中の通勤時間使いましょう。学生の方は通学時間使ったりしましょうよ。ただ この土地家屋調査試験というのは書式っていうのがありまして土地建物については計算したり図面を書いたりこの計算には関数電卓といいますえ電卓使わないといけないですえこちらに。こんな電卓なんですけどこれね三角関数サインコサインタンジェントが え使いやすくなってるというようなものなんですけどこれを使ったりこちらに載ってます三角定規やね分度器こんなものを使って図面を描いたりする作業の練習もあるんですよさすがにこれについてはね移動中にこうやってやるとかちょっと難しいので1日え最低30分できたら1時間ぐらいは毎日ちょっと机の前で1年間やってみませんかっていうところなんですよ じゃあそれを1年間続けると合格できるのかっていうと合格レベルにはなれます今ね合格するレベルのところまで皆さんを持っていくことができます。ただ合格できるかどうかの最終ポイントは当日のご自身の頑張りようとかねご自身の運とかもあるかもしれません。 というのはこの試験の特徴なんですけどすごく難しい問題が出てどれだけ表現できるかじゃなくて先ほど言いました81点ですもん80%以上合格つまりそれほど難しないやつを当日いかにミスなしにこなすかっていうところなんでまあ短距離走的なところがありますねスタートダッシュ頑張ってゴールまで滑り込めるかどうかっていうところなんですよ。 スタートつまずいたらあと中盤から頑張ってもなかなか取り返せないこんな問題ですね。プラス時間との戦いの要素が高い試験ですどう,いうことかというと、えー、もしもね2時間半なんですけど試験時間が3時間やったら合格点は81点じゃなくって90点以上になったりするんちゃいますかね。つまり 時間の中でどれだけででできるかかいいいいううみたなななな試験じゃないかなとこころがこの特徴なんですよでも少なくとも1年間勉強していただくと合格レベルにまでなれますよというところは間違いないのかなというところですね。はい、で実際に合格できるのかというところなんですけど私自身もです、ね、測量仕様を含めて1回で合格できたという経緯もあります。 で私の場合は大学も商学部で全くこの土地家屋調査士や食料とは縁のないところにいてましたまた合格時私は、えー、商社に勤めてまして商社と言ってもあの半導体の商社で全くこの土地や食料とは関係なかったんですよ全く土地家屋調査士の実務経験がない場所にいましたにもかかわらず、えー、レックの教材だけを 勉強して1回で測量司法土地学習期間としては全てが半年だったんですけども、まあ、あの半年というのは時間的には厳しいというところもありましたけども、えー、先ほど言いました1年間分を半分に詰めたわけなんですけどそれでも合格できる可能性がある試験じゃないかなというところなんですよ。はい、というところで、えー、本日は土地家屋調査士試験について業務・ 資格、学習方法などをお話してきました。えー、どうですかね、魅力的な資格だと思っていただけましたでしょうか。えー、ただ昨今ね、行政手続きのオンラインとかそんなことで一般の人がいろんな手続きをできるような時代になってます、ねえー、不動産についてもね、一定の手続きは法務局なんかに所有者さん自身が来て 相談窓口で相談していろいろやられたりするケースもあったりしますでも実はこの土地家屋調査士が扱っています、えー、表示に関する登記という部門なんですけどこれは先ほどお話ししたように土地や建物現地での作業というものが含まれていますそうなるとやっぱりなかなかその専門的な知識がないとね進めれないところがあるので 当面しばらくはこの専門家である土地家屋調査士が登場する機会はね、えー、続くということが考えられているんですよねぜひ、えー、皆様もその専門家の一員となってこの業務一緒にやっていませんかということなんですけどでは一緒にするにはどうするのか土地家屋調査試験に合格することが必要だということですはい、えー、その合格にはレックの講座を 受講していただくことにより、ね、調査士として全く知識がない方つまり一からのスタートでも1年間の学習でその試験に合格するだけの力をつけることができますよ。えー、ということを、えー、締めの言葉として本日のガイダンスは終了したいと思います。えー、ありがとうございました